BBC が日本を誹謗中傷し大炎上、伊藤しおりのデマを流す。昨日の夜、BBC が Japan Secret Shame、日本の秘められた恥と題した番組をイギリスで放送しました。この内容なんですが、伊藤しおりが流しているデマそのものであり、伊藤しおりが出演し、日本では犯罪のもみ消しが日常的に行われ、 強姦も多発し、被害者が批判されていると主張されております。日本政府はこの事実無根のデマに対して、直ちに正式に抗議するべきでしょう。伊藤志織が流しているデマに関しては、伊藤志織がある男性に強姦されたと主張しておりますけれども、このデマ事件、 警察が徹底的に捜査を行っても証拠は一切出ず民間人が事件について審査をする検察審査会でも伊藤しお織の主張はデマであると確定しておりますまた伊藤しお織が主張した内容 BBC が放送した内容は全くの事実無根であり何ら証拠にデータに 基づいた報道ではございませんこちら BBC による日本差別と言わざるを得ない内容です日本政府にはこの BBC の放送内容直ちに全面的に撤回するように正式に抗議をしていただきこれ以上ですね BBC によって日本が誹謗中傷されないように 日本人が差別されないように早急に根本的な対策を取るようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。